僕は、大橋仁って言います、写真家ですね、はい、普段はですね、まあ、仕事的には、まあ、広告とか CD ジャケットとか、まあ、雑誌とか、あとは、まあ、そうですね、動画の方もやってるんで、あの CM とか。私は小池雅代と申します。文筆ですかね、仕事というと詩を中心に、あの小説、書評、エッセイ、それから子どもの絵本の翻訳などもやったり、アソロジーを作ったりと、そういうことをしています。あの私は大橋さんは一番最初に、とにかくこの本ですね、目の前の続きを、制限者ですか、です、ね、まだ、はい、で姫野さんという編集の方がいて、すごく昔から知ってたんです、若い頃からね。それで彼女がこれを見てくださいって言って、もう最初小池さんやっぱりその書評を書いていただいて、そうですね、この目の前の続きについてでしたね。そうですね、ずっと僕の 方はもうずっと小池さんのその書評の文章がずっとこう、突き刺さってたというか、はあ、いやなんかあのものすごくなんかあの時期いろいろ書いていただいたんですけど、なんか小池さんの文章が本当なんかすごくて、なんかこうなんか自分の写真集いいものに見えてくるというか、なんかあれみたいな、良かったんですよ本当に。いやなんかすごいというか、すごい嬉しくって。そうですか、はあ、嬉しいです。そこに座ろうと思うですね。またやったなと思いましたね。圧倒的っていうか、もう言葉にならない。悔しいですね。言葉にできないっていうのはね。とんでもない。できないっていうのはね。一回バーッと最初読んだ時に、あってなんかこう、うって止まっちゃって、ちょっと待って待ってみたいな、ちょっと慌てましたね。正直言ってなんか小池さんの文章を読んだ後に、あなんかこう写真が足りないなっていうか、それでこうやばいやばい、これ写真あれ新しく撮んなきゃいけないと思って、ちょっと本当に慌てたぐらいで、いやもう本当に小池さんが殺しに来たと思いましたからね。いいですね、殺し合い、もう小池さん殺しに来たこれと思って、殺されると思って震災の後、詩とか小説がうまく書く、今一つなんかうまく思うようにいかなくて、それは私の年齢的なこともあると思うんですけどね、だんだん年を重ねていったっていうこともあると思うんですけども、やっぱり震災の後体調も崩したり、いろいろなことがあって思うように書けない。それはあの大橋さんの写真見た時に、やっぱり自分の中でも生命力っていうのが衰退してたなと思ってね。だけど大橋さんのようなやり方で、なんていうのかしら、生命力のあるものをガーッとぶつけるっていう、こういうやり方があったんだと思ってね、それで良かったなと思った。見て、あこの写真集は本当にただあれなんですよね、本当にそのあのバカなんで自分があの本当に今回の写真集もですね、とにかくその我慢できなかったっていうことなんですよね。その、まあ、ある時思いついちゃいまして、思いついちゃったんですよね。撮りたい、そうなんですよね。とにかくそのなんていうんですかね、この肉の団子みたいなものを撮りたいっていう、そのこれがまた、なんていうんですかね、その個別の物語とかではなく、分かる、そういったものをなんか全部排除しちゃった、本当にその、ね、なんていうか何の感情も持たない単なる歩いてる肉というか、それらがもうぐしゃっとこう見たいですよ、それぶつかってもう一つになっちゃってるってものを、なんかすごく見たくなっちゃって、ね、でできれば自分もそこに飛び込んで一緒になるみたいな、そういうことがこう頭から離れなくなっちゃったんですよね。なるほどなるほど、それずっと何年も、そうなんですよ、撮りたいってずっと思ってて、で思えば思うほどこう膨らんじゃいまして、それでこういろいろとこう動き始めたんですよね。なるほどね、そうなんですか。
しばらく、ま、その路線はちょっとあの続いていくとは思うんですけど、このなんか肉に対する感覚ってあのちょっと性欲とも違うんですよね。なんかあのかといってなんか頭で考えてたりとかなんかものではないんですけど、なんかそういう欲望の根源になんかこう触ってくるって言いますか、なんかすごくその物欲とか性欲とかって割とこう理解しやすい部分なんですけど、なんかそれとまた違うところに触ってくるっていうか、だからもうなんかあの何をするとかではなくもう飛び込むっていうか肉の本当海っていうか肉の海っていうか、そうですね、なんか飛び込みたくなるすごいものがここ映ってますもんね。でなんかその自分もその肉の一粒なのかなっていう、それでそれはなんかどこかからずっとつながってきてて、まあ多分人類がこういつかいなくなるまでそうやって続くのかもしれない。なんかそういうこのなんかずっと続いていくものの一粒の肉である、なんかその理屈とかが全部消え失せちゃったところにあるなんか欲望って、なんか本当に気持ちよくって本当に豊かで、なんか一番こう実は楽しいというか、 なんか豊かになれるような、そうだから笑っちゃうっていうかね、うん、あの真面目な人もなんか切実な顔した人もいろんな顔が映ってるんだけれど、その顔よりも体に笑ってしまうっていうのかな、なんていうのかな、あの結構はもうすごいものが映ってるんですけれども、ユーモアがあるんだよね、うん、それで受けますよね、本当に。怖い写真も一枚あるじゃないですか、うんうんうん、公園でいきなり、ね、出会ったシーン、あの場面が生と死とがぐちゃぐちゃになってるんだけど、いつもそうだよね、大橋さんの写真集ね。本当に失礼ですけども、それこそ小池さん その文章の世界にそう思うんですよ。これあの何回も読み返してたりしてるんですけど、やっぱりその光と影っていうか、はい、生と死っていうか、ものすごく硬いものとその柔らかいものがあったりとか、なんかそういうその2つの世界みたいなものを必ずこう一緒にあのその一つの詩の世界の中で表現されてて、でそれがまたすごくて、大体読んだ後にずっと鳥肌立つんですよ。小池さんのやっぱ言葉遣いって一見ね、はいはい、一見やっぱりそのなんていうかすごくこう 上質というか上品な雰囲気を一瞬こう感じるんですけど、なんか読み進めていくとやっぱりね、気がつくと思うんで、ガツッとこう首に絞められてるっていうかねそうガバッと心臓をねこう掴まれてるっていうか、うんうん、おいこうかってね、あの内臓こうやってこうやってねこうもみもみされてるみたいな、うわー小池さん来たみたいなすごい嬉しい。いやもうこのあの語り方というか、そのタッチのあのなんていうか冷たさというか、あの正確さというか、なんかその上品な感じがあるにもかかわらず、全くその肉肉さがあるっていう、このまたその両極端がもう小池さんの作品に並んでるし、表現されている言葉自体の世界の中にもその両極端があるし、でそのなんか僕なんかやっぱりそういう部分すごくいつも思うんですよね。そのあのやっぱ写真集の中でもやっぱ今回も肉だけじゃちょっと収まりきらなかったっていう部分があったんですよね。でそれのやっぱりそのある意味で肉とそのまあ極端な部分っていうのは自分の私生活の感情の部分っていうんですかね、あのもう一番最後の方っていうのはもう本当に自分のその死の詩的な世界の中のなんかこうもうそのどうしようもない部分をまた撮ってるっていうところなんですけど、だなんかやっぱりその詩的な世界だけでも嫌だったし、あの肉だけでも嫌だったし、その両方をこうやっぱり一緒にするってこと、うん、一冊の中でなんかその初めて自分の中ではこう成立するというか、大橋さんのそのね透き通った何もこう感情を表さないその目っていうか、あのまあカメラ目、それを借りたいんですよ。結構なんていうのかしら、見たいのよね、その目を通して世界を見たい。その時にこういう写真集が必要なんですよ。それはやっぱり、ね、そういうふうにものを見てくれる人がやっぱりねいなければいけないのよ。だから あのあんまり考えないで、大橋さんみたいな人はそこにいればいいんだと思う。だからそこに座ろうと思うって、すごくなんかどうしてこのタイトルつけたんですか、すごくいいタイトルですねそこにいればいいんだと思う大橋さんは。
まあ、割といつも神羅万象を取っちゃってるんで、その、まあ、一つのある意味でその僕のここ6、7年ぐらいの生活っていうか思ってたことを一冊の写真集にしたわけなんですけど、まあ、6、7年の自分の人生にそのタイトルをつけるみたいなことって割と難しくなっちゃうんですよね。いろんなことがあるじゃないですか、割とそれはもうどんな人にもそのだその命でもなかったし、なんか肉でもなかったんですよね。やっぱその自分のその欲望の根源みたいなところにこう発想がこうなんか返っていったっていうか、なんでこれを取ったんだろう、なんで肉を欲したんだろうみたいな、その根源はなんだ根源はなんだってずっと引っ張ってた時に、あの自分がその生まれ落ちたであろう、この世にこう出現したであろう瞬間のことがこう頭にこう浮かんだっていうか、あの本当にそのなんていうんですかね、どこでもないどこかっていうか、誰でもない誰かっていうか、その誰かにスッとこう一脚の椅子をなんか真っ白のどこかのどこの時間だかどこの国だかさっぱりわかんない空間でスッとこう差し出されて、で座れと言われたわけでもないんですけど、で自分はただそこにいて椅子がスッと出てきて、でじゃあ立つでもなく寝るでもなくスッとそこに座ろうと思うっていう、はあ、その誕生の時の感覚を感覚です、ね、思い出して書いたんだと。とてもいいですね、その今ピタッときましたね、このタイトルとそのイメージは。なんかきっとだからなんかそんな風になんか、まあ、あの命ってそんな感、まあ、言ってみればカジュアルな感じで生まれてくるというか、思い切ったものが目の前にガンとこう出てきた時にはそのエネルギーをまずボンと受け止めて、それをまた向こうにボンと返す。今思うと私今までコラボレーションっていうのはあまり好きではなくて、違うことを別々のところからただこう別々のものをやって、その違和感だけを面白がるしかないんじゃないかというある絶望的な感じを持ってたんですけど、コラボレーションに。だけど今回はやっぱりそのこっから来たエネルギーの塊、肉の塊を私は受けたんだなと。それでそれをまたあの大橋さんだかまた別のものだか分かんないんだけれども、とりあえず投げたんだなっていう感じが自分の中には残っていますね。あのコラボレーションっていう形ではめったに味わうことはできないものなので、今まではちょっとなかったですね、エネルギーのやり取りをしたっていう感触は残りました。確かにそれは感謝してます。本当にある意味でその小池さんはその津波によっていろいろなその引いていくイメージというか、その全部覆い尽くされてしまうイメージ、それはそのあの本当になんていうか壊れていく破壊のイメージなのかもしれないんですけど、でもそれを引き受けちゃった小池さんってやっぱり、僕さっきの話じゃないんですけど、やっぱりその絶望のあの負の方向にもずっとこう腰を据えて、その命の底でこうそれをじっと眺められる方だから、そういうふうなそのやっぱり思考になってたと思うんですよね、身も心も。でも僕はやっぱりバカでやり逃げ野郎なんで、もうこう気持ちのいいことしかしない、もうやって、あの肉団子やっぱり生きてるこのドーンってなってるこのよいしょみたいな、それも飛び込みたいみたいな、ただそれだけの人間で。いや大橋さんすごいですよ、あなたの考えてること。いやいや、とんでもないです。面白いです。こうタイトルがねいいですよ。そんなにバッチリとしたイメージが あったとは思わなかったですね。もう少し何かふっと出てきたのかなと思ったんだけど、どのページにもそのすっとこ の表紙の言葉っていうか、それがこうフィットしたいっていう、そこまで考えたんだ。そうなんですね。それをこうずっとめくっていくたびに1ページごとにそこに座ろうと思うっていう言葉が、なるほどね、そういう言葉がって何かなっていうのもずっとあったんですけど、それってやっぱ根源に行くしかなかったっていう、そうですよね、特効なんですね。
この文章と一緒にその僕の写真集がその一緒に並んだ時に、あ、これ負けるかと思っていやもう本当に小池さんが殺しに来たと思いましたコラボっていうのはなんかこんなになんか意外で、まあ、正直焼けたのは自分なら自分らなんだけどさ、特殊似顔絵の良いところって完全に似てなくてもなんとなく OK ってところがあるんですよなるほどなるほど基本2人で基本2人で写ってレズビアン姉妹やっぱ翔太のパワーあるよね。まさかこんなこうガボッとこう潜るなんて思ってなかった妊婦の状態の人を見るとなんかものすごいものを見てる感じるっていうか、お母さんのこと好きなんだよ。俺ね、動物で一番好きなのはまずカバなわけ。死ぬまで1日3回口を開けて死んでいくんやと思ったらすごいなんか愛おしくなっていいね